この価格帯の車で何を一番心配しないといけないかっていうと、まあ、ほとんどの場合がミッションですね。オートマチックがこうダメになってしまうっていうのが、まあ、一番怖いところで、まあ、そこの大きなこう修理費用が、まあ、車の価値を超えてしまうっていうようなことが、まあ、あるわけですよね。そのミッションのトラブルとか、まあ、それの予兆みたいなところですね、そういったのはこうないかなっていうところですね。ですから本当この車の場合は外装もそこそこ綺麗なんで、あとは、まあ、シートの状態とかですね、エンジンの調子もすごくいいので、まあ、足回りとかマウント類ですね、これの交換をすることで車の印象が変わってくるんじゃないかなと思いますね。こんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はメルセデスベンツ B170 のご紹介をしていきたいと思います。はい、この B クラスのご紹介ということなんですけれども、まあそうですね、 A クラスからこの B クラスっていうのがですね、出た時っていうのはもうすごく今も覚えてて、私のですね、当時の知り合いの人がメルセデスベンツだけどちょっと背伸びしたら買えるねっていう、確か新車価格が299万円かなんかに多分なってたような記憶があるんですけど、まあ乗り出しで350万とかいう感じで新車で買えたというところがあって、あれもですね、ディーラーのマジックというか、こうショールームに行くと最初にドーンとその S クラスとか E クラスとかが800万とか1000万とかいうのがあって、まあ、ここの片隅に A クラスとかですね、スマートとかこういう B クラスがあると結構その買いやすい金額だなみたいなね感じで、少しちょっとこうイメージがぐっと身近になるというか、頑張ったら買えるかもしれないみたいなね、いうような、まあ、錯覚に陥るというようなところがあったと思う。私の友人もそんな感じで299万だったら買えるんじゃないかっていうふうに、ね、まさにその友人が欲しかったのはこういった黒の B クラスということだったんですけど、それがですね、かなり今お求めやすくなって、まあちょっと足に乗るのにいいかなとか、まあこれ車検がついてないので2年間車検つけて乗るのにはいいかな、つなぎで乗ろうかなとかいうようなですね、捉え方でこの B クラスが乗れるようになったというところがあると思います。まあ、そのあたりをですね、今日お話をしていきたいと思うんですけど、まずですね、この車は塗装の状態っていうのがですね、結構綺麗な状態を保ってるかなというふうに思います。同じ年代でも赤のですね、 B クラスとかでも結構塗装がもう剥げているような車っていうのがあるんですけど、そうなるとですね、仕上げていくのにかなりのコストがかかってしまって、一般的にその車のそのお問い合わせが来るような金額にならないというところが出てくるんですよね。まあ、その場合ってもうどうしようもないっていうところがあります。だから、まず塗装の状態っていうのが綺麗かどうかって非常に重要で、ここはですね、この価格帯の車で考えたときに予算感でいうと想定範囲内というか許容範囲内ではないかなというふうに思います。ただライトがですね、少しもう曇っておりまして、これも多分映像でも少し分かると思うんですけど、ちょっとねピカーッと光ってる感じではないんですよね。一応磨きで頑張ってみようと思うんですけど、まあ、それがその耐えうる状態になるかどうかっていうのが分からないんですけど、ただ今までの経験上でいうとこのぐらいの感じだとかなり綺麗になるかなというふうに思いますね。メルセデスベンツの真ん中にですね、大きなベンツのマークがこういうふうについてるんですけど、これもですね、このブランドイメージっていうのがですね、まあ、この B クラスとかだとそのベンツのマークがバンと前に出てもそんなにいやらしさを感じないというところもあるのかなというふうに思いますけど、このあたりのですね、メッキの部分とかは非常に綺麗な状態にまた保ってるかなと思います。横見ていきたいと思いますね。ホイールがですね、少しガリ傷がありますね。でタイヤがですね、目はあります。結構8分7分山ぐらいはあるかな。だからタイヤ自体は交換する必要はないかなと思うんですけど、タイヤの銘柄はですね、ちょっと謎のタイヤというか、ちょっとあんまりいいタイヤがついてないっていうのが、まあ、ちょっとまあ、ウィークポイントになるかなというふうに思いますね。ただこれぐらいタイヤの目があれば、まあとりあえずこれで乗ってっていうのはいいかなとも思いますね。
最終的にタイヤ4本変えるとその車自体のですね、全体の予算感からするとぐっと上がってしまうということがありますから、これはこのままでもいいかなと思いますね。で横も見ていきたいと思うんですけど、そうですね、結構綺麗ですね。小傷は多少はあるんですけど、許容範囲内かなというところですね。少しですね、こういったところのゴムとかが少し外れてたりとか、この辺りを接着したりとかですね、まあ、小さな工夫がちょっと不必要になってくるかなというふうに思いますね。後ろがですね、3面がスモークになっているので、こういったのもですね、今からの時期にスモークの施工をしたいというふうになった場合はその分のコストもかかってくるというところもあるので、まあ、この辺りは嬉しいかなと思いますね。でリアも見ていきたいと思います。リアがですね、こんなんありましたかね。これなんかここはちょっとつけたのかな、こんなんなかったような気がするんですけど、ちょっと簡単なステッカーチューみたいなのしてあるのかな、なんかちょっとイメージが普通の B クラスと違うような印象がありますけども、もしかしたらこういう仕様が当時あったのかもしれませんけど、まあ、こんな感じに一応なっていますね。で後ろもですね、当てたような跡とかもなくて、綺麗な状態ではないかなと思います。こういうですね、排ガス規制のなんとかとか、こういうふうなメルセデス・ベンツのシールとか、こんなのはですね、もう剥がして綺麗に貼り直す、まあ、柳瀬のやつも、まあ、なんとか綺麗な状態ですけど、こんなのもやり替えるっていうのをやっていくといいかなと思いますね。はい、運転席側の方ですね、見ていきたいと思います。こちらもですね、大きな傷は本当ないですね。見ててですね、まあ、ちょっとこの辺にちょっとした傷、ちょっと一応こうタッチペイントしているような感じになっていると思うんですけどね、綺麗な状態ではないかなというふうに思いますね。トランクスペースをですね、見ていきたいと思います。トランクスペースもですね、割と広めになってて、 A クラスよりやっぱり気持ち広いですね。A だとちょっとちっちゃいかなっていう方でも、この B クラスだと結構その広めかなと。最近の新しい A クラスはちょっとこれに近いような感じになってきていると思うんですけど、当時の A クラスと B クラスのセグメントっていうのはやはりそれなりに差があったような気がするんですけど、少しちょっとこのワゴンチックな感じになっているのがこの B クラスなのかなっていう感じですね。はい、内装ですね、見ていきたいと思います。内装がですね、このコンビシートになっているんですけれども、こちらがですね、すごく劣化が目立ちにくい素材なんですよね。これってなんですけど、これ、ここのですね、コンビの部分のこの部分ですねが、すごくこの割れてるんですよね。これはですね、どうするかなって感じですよね。これシートそのものを変えるっていうのも大変なんで、この部分をそのままリペアっていう同じような素材でここの部分だけ張り替えるみたいな感じのことをする必要があるのかなっていう感じですよね。気にならないよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっとこれは毎日乗るというところから考えると、ちょっとしたいかなと思いますね。乗ってみたいと思います。はい、このガスッというね、このすごいこう重厚感のあるですね、この安全性っていうのはもうメルセデスならではっていうところがあると思うんですけど、安全性に関してはですね、メルセデスは平等というふうによく言われます。ですからその車自体をですね、A クラスでもあり B クラスでもあって S クラスでも全て安全性に関しては安心のメルセデス基準っていうものをクリアをしてるっていうのをですね、ありますので、値段が高かろうが安かろうがですね、当時のその安全性という部分に関しては、魅力あるものであることは間違いないということが言えると思いますね。エンジンかけてみたいと思いますね。アイドリングもすごい静かで、全然不安感を感じるような感じのものはないですね。昔のちょっと安い車、安く買う外車ってなんか乗るとですね、こう振動がすごいみたいなのがね、すぐにあったんですけど、最近のやつは割とその年式を立ってても耐久性が増しているというか、すごいその安心感がある車が多いなというふうに、思いますね。でエアコンもしっかりと効きますので、まあ、そのあたりも安心材料として、持っていただいていいのかなというふうに思いますね。はい、リアスペースをですね、聞きたいと思います。
広いですね後ろ。あ、これ A と全然違いますね。あ、運転スペースこんな感じだったんですけど、さっき一レーン乗ったりとかですね、後ろしたんですけど、あのこっちの方が断然広いですね。カングよりもこっちの方が広いです。だからまあ4人乗るのに、あのすごくなんていうんですかね、こう室内の空間自体がこうこの感じのサイズ感を超えたワンランク上の感じのその広さっていうのが実現できているなと思いますね。でこのレッグスペースもすごく広く取れているということもありますので、あの非常にいいなという感じがしますね。はい、それではですね走らせていきたいと思います。もうこの海岸沿いでですね、もうめちゃくちゃ天気がいい、ものすごく気持ちがいいですね、この海沿いを今走っているところなんですけど、まあ走行キロがですね今8万キロ台ということで、この B クラスのですねこうインプレッションをしていきたいと思うんですけど、この足回りに関してはですね、この、まあ、距離というだけではないかもしれないんですけど、ちょっとですね足回りのこのへたりっていうのをですね、やっぱさすがに少し感じるなというところがありますね。乗っててですね、具体的に言うと映像で出てるかちょっとわからないんですけど、少しですねこの足回り のこうコトコトというような音っていうかですね、まあ、そういった音が少し拾うような、感覚があります。まあ、実際足回りをですねこう上げてみないとわからないところなんですけど、こうアッパーマウントとかですね、そのマウント類とかの、まあ、少しこうへたりというか、あの硬化してるっていうところがですね、あるんじゃないかなというところですかね。まあ、こういったその車を手直ししてですね、まあ、よりこう乗りやすい状態にしていくっていうのに、割とこうどこまで予算をかけていくかっていうのがこう一つのキーポイントになると思うんですけど、おそらくこの B クラスを乗られるっていう方はですね、まあ、日常に乗られるこう足としてですねこの車をこう考えられるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その際にですねこう気になるこういったその異音とか、まあ、その機能面ではですね走れないという程度ではないとしても、あの常にこう耳障りなですね感じがするとかっていうのは、まあ、こうクリアをしていくっていうのはやっておきたいかなというところですかね。ミッションのですねこう感じとかは全くこう違和感なくこう乗れるような感じですね。まあこの価格帯の車で、まあ、何を一番心配しないといけないかっていうと、まあ、ほとんどの場合がミッションですね。オートマチックがこうダメになってしまうっていうのが、まあ、一番怖いところで、まあ、そこの大きなこう修理費用が、まあ、車の価値を超えてしまうっていうようなことが、まあ、あるわけですよね。だから当時の初期型の A クラスとかっていうのがよくミッション不良っていうのがあって、このミッションのそのコストがすごい、修理のコストがかかってることがあって、外装がすごい綺麗でも結果車を廃車しないといけないっていうのがですね、まあ、よくあったんですけど、まあ、そういったそのミッションのトラブルとか、まあ、それの予兆みたいなところですね、あのそういったのはこうないかなっていうところですね。ですから本当この車の場合は外装もそこそこ綺麗なんで、あとはまあシートの状態とかですね、あのエンジンの調子もすごくいいので、まあ、足回りとかあのマウント類ですね、これの交換をすることで、まあ、車の印象っていうのはガラッと変わるんじゃないかなと思いますね。はい、いかがだったでしょうか。この B クラスをですね駆け足で、ご紹介させていただきました。まあ、この車をですね購入するにあたっては、そうですね、やはりその日常の足で使うということを想定したときにですね、まあ、2年間ぐらいを安心して乗れると。で予算感としては、まあ、あの50万ぐらいの予算感で車が乗れたらいいかなというようなですね方にとっては、あの非常にいいんではないかなというふうに思いますね。
で色が黒ということもあって結構男性でも女性でも幅広い方に乗っていただけるということもありますので、あとはですね、この車を所有していくにあたってのその一つ一つ細かいところっていうのをこのライトであったりとかタイヤであったりとかですね、内装のちょっとしたリペアであったりそういうところを抑えることによってあいいねと思えるような感じに仕上げていくということで満足度っていうのを上げていくと。もちろんですね価格帯からすると当時のですねところ7分の1ぐらいの金額で買えるということになってきているということもありますから、当然その新車と比較したときにはその足りない部分っていうのはたくさんあるということがあると思います。ただそこをですね埋めるだけのコストパフォーマンスだったりとかそういう部分っていうのも非常に大きな魅力と思いますので、ぜひですね、高級車を取り扱うことももちろん楽しいんですけれども、こういったですね価格帯の車っていうのはその中古車を買うことの本当醍醐味っていうのをその ダイレクトに感じていただけるというところが本当に楽しいんですよね。ですからその、スーパーカーとかって取り扱いをしているとなんかこうそれはそれで高揚感があるという良さもあるんですけど、こういったものをですね、ベンツというブランドがこのぐらいの金額で手に入ったというですね、なんかこう魅力とか面白さっていうのもまた一個かなというふうに思いますので、ぜひですねそういった部分も含めてお問い合わせもいただければ嬉しいかなというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。